悶絶整体光信です、前回ね、背中の押さえるポイントの動画を撮ってたんですけれども今回ね、その時に伝え忘れてたことをちょっとね今からね動画に撮影していこうと思います。で、今回ねモデルさん違うんですけれども、お世話になってます。背中ってどこを押さえればいいのかっていうのその前に、筋肉ってねこの前ね、骨が棘突起があって横突起があってここに筋肉があるところを上から押さえていくんですよっていうのをこの前この画角で撮れなかったので説明しておきました。骨のここにこういう風な筋肉、骨があって、ここに筋肉があるんでねそれをね、上から押さえていくんだよっていうのは前回の説明の動画でした。で背中って一番どこを緩めなきゃいけないかっていうのを、今から説明します。で背中ってね皆さんで大体この背中のこの肩甲骨のあたりをしっかり押さえなきゃいけないとは思ってるんですけれども一番重要なのが胃の裏ここなんですね。ちょっとめくらしてまいりました。ここで一番盛り上がっているところから腰のところになるところ、ちょうどねお尻のねベルトラインのところの、手のひら一つ開けたこの辺りってね一番ね硬くなりやすいんです。でここっていうのは胸椎と腰椎が交わる場所になってくるんですね。で胸椎って、まあ、あの解剖学勉強してほしいんですけれども胸椎12個あって腰椎5つありますね。そこからね変わっていくあたりっていうのはね胸椎の10番から腰椎の1番2番あたりのところっていうのはどういう動きするかって言ったら腰椎ってね左右に回転するのにとっても強いんです。で胸椎っていうのは実はね前後左右に回転でするところがあるんです。なのでこの背中の、胸椎の10番から、まあ8番から10番のあたり、まあ、この辺ですよね。このあたりっていうのは、ね、一番硬くなって一番疲れが出やすいです。で胃の無痛球とかいうツボもあったりするんですけどもそのツボのあたりがこの辺がねやっぱり、ね、重要なところだって昔から考えられてます。でここをしっかりと緩めてあげるとかなりね効果的に、緩めます。で、背中の疲れってまあそういう風な外的要因からも来るんですけれども実はね耳から入ってきていらない情報が肩に出てこの辺が硬くなってくる、まあ、対人関係のストレスって僕よく言ってるやつですね。でそれ以外にプラずっと降りてきてこの胃の裏この辺にね硬さが溜まってしまいます。なのでここをねしっかり緩めてあげないと肩こりも取れてくれないし腰痛も取れてくれません。なのでねこのね背中のここの部分っていうのは、ね、しっかり押してあげましょう。なので、前回も説明したように、棘突起骨の棘突起の真上からの横で、脊柱起立筋の内側のところをもう上から下にね90度骨に向かって筋肉を押し付ける感じこれでねやっていってください。で、脊柱起立筋の外側から45度の方向こういう方向ですね。こういう方向でここ外側から緩めていくこれをねしっかり、やっていってください。ここの部分ほんとこの、盛り上がったところのここの部分わかりますか。動画でなかなか見てもわからないと思いますがこの辺を、重点的に押しましょう。あと背中ってね、力加減っていうのは実はこっちから入っていくときってね6割ぐらいの力で、押さえていけばいいです。でどんどん下に下がっていくほど、8割、9割、10割ぐらいの強さで入れていくと同じような強さに感じるので、上は、そんなに強くなくても実はねこの胃の裏あたりからは、結構ね力加減を強くしていかないと同じように入ってるっていうふうに感じないことがあったりするので、気をつけてみてください。以上、悶絶整体光信でした。